俺の期待、高見純。徹夜の仕事を終えて外へ俺が散歩に出ると、小野暗い街を少年が一人走っていた。一人で新聞配達をしているのだ。俺が少年だった頃から新聞は少年が配達していた。昔のあの少年は今何を配達しているのだろう。ほのぐらいこの世間で何か俺も配達しているつもりで今日まで生きてきたのだが、人々の心に何かを配達するのが俺の仕事なのだが、この少年のようにひたむきに俺は何を配達しているだろうか。おはよう、けなげな少年よ。君は確実に配達できるのだ。少年の君はそれを知らないで配達している。知らないから配達できるのか。配達できるときに配達しておくがいい。楽じゃない配達をしている君にそんなことを言うのは残酷か。俺がそれを自分に言っては俺はもう何も配達できないみたいだ。俺も俺なりに配達を続けたい。俺を待ってくれる人々に、幸いその配達先はわずかだから、そうだ、俺は俺の心を配達しよう。おしまい。補足。高見純の詩集詩の淵よりがある。この詩は高見純が晩年の闘病中に作った作品。少年のひたむきさに心打たれた文学者が決意を表明している。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、四代目ケンケンでした。